はい、どうもです。親父でございます。今日は親父のね、晩ご飯でございます。こちらですね。はい、たこ焼き丼でございます。こちらを食べていこうと思います。こちらね、セブンイレブンさんのたこ焼き、久しぶりに食べるんですけど、値段が結構上がってたな。税込みで260いくらになってたから、まあ、こういったご時世なんでね、まあ、冷凍食品とか上がってる中で同時に上がったって感じなのかな。今日はね、セブンイレブンさんでも全て済ませてて、お昼ご飯はね、久しぶりにこの三等価食べたわ。美味しかったね。普段スープは飲まないんだけどさ、やっぱりちょっと高いやつだし美味しいからスープまで飲んじゃった。それではいただきます。一応ね、青のりとあとは七もちょっとね足してます今日は。でソースもねちょっとブレンドしてますので、お味はちょっと違うんですけど、いただきます。熱いんだよね、大玉だからね。おめでとう。結果おいしい。ちょっと七味、一味か入れすぎたかな。結構なピリ辛。まあ値上がりして高いって言っても、まだ銀だこに比べると安いんだけどね。今日はドクターペッパー。全然たこ焼きとかお好み焼き、焼きそばでもご飯と食べれるタイプです私。まあ、タコも大きいからな。おいしい。中トロトロでね。あっかい。このたこ焼きのさ、青のりもそうなんだけど、まあ、かつおも節もね、この紅生姜の風味がちょっとあるのが、より美味しい。で、ちょっと食べちゃいます。